こんにちは、大塚拓磨です。今回はですね、初めてちょっと Vlog ってやつに挑戦してみたので見てみてほしいなと思います。いやー、J リーグ系の YouTube ってだいたい2つに分かれると思ってて、まあ1つがまあ戦術解説とか、まあなんか選手の移籍の噂話とかを解説するチャンネルか Vlog だと思うんですよね。まあこのチャンネルはどっちでも属してないんですけれども、まあ、この戦術とかその選手の噂話みたいなことは僕ちょっとよくわかんないし、語れることもないのでやらないんですけれども、Vlog は頑張ればできるかなと思うんですよね。はい。で、その Vlog ってただどうやんのかなっていうのはちょっと本当にわかんなくて、ずっと撮ってるんですかね。ずっと撮ってるのか、だからそのほらゴールシーンとかもなんか映るじゃないですか。こう、わーみたいな。わかんなくてですね。その、ずーっと回してんのかな。ずーっとこう、だから、こう、とか、まあ、何にもわかんないんですけど、ただやっぱずっと回してたらバッテリー切れるし、こう、できないから、ね、だって連絡も取れないじゃないですか。だからまあカメラ持っていく、でも観戦したいし、ってことでやれる範囲で Vlog をやってみました。はい。なんで、こう気がついた時にカメラを回すというスタイルでやってみたんで、ちょっと僕なりの Vlog を作ってみたので見てください。それではどうぞ。じゃあテレビが良かった。なんで？きつい。きつい？なんできつい？キャンプは今日も行って3回まで見るけど、やりすぎ？うん、キャンプが1時間ならこっちもやるんだけどさ、ああね、10時間ぐらいいるとよ。川だし涼しかったんじゃねえ？涼しくねえよ。川で遊んだんだから涼しいだろ。全然だよ。あのな、ああもう冷たすぎてもうね、入りたくないんだよ。ああ。冷たすぎて。やりすぎな冷たさ？そうそう。で、何やってんの？ああ。なんだよ。何やってんの？なんだよ。何やってんのって。ちょっと撮ってんだよ。なんでだよ。いいだろ、別に。なんでだよ。なんで理由を教えろよ。ちょっと流そうかと思ったんだよ。なんだよ。いいだろ、別に。顔は出ないからいいだろ。まずいっすか。ゲームだよね、ゲーム。これ。あ？これ切る？今、あ？あ？今切るか？脱いで。あ？脱いで。なんで？じゃあ上から来たの？端っこで行って着替える？かき氷が食べたい。あ？何してんの？おい、スポンサー様だ。かき氷か？うん、絶対かき氷。うん、ユニフォームは着ないけど。かき氷。あ、そう。熱っ
れいい見えるやん。ありがとうございました。本日のボールパーソンをご紹介します。本日のお家から持ってきたおにぎりと買った唐揚げ、イエーイ、どう、美味しそう、食べますか。負けましたね。もう君ずっと遊んでましたね。また来ますか。はい、お願いしますよ。できましたけど、こんなんじゃないっすよね、Vlog。で、やっぱわかんないわ。できないけど。まあ、これはこれで、ね、でもね、あの、親子のリアル、もう、なんのやらせもないのは、もう、見てたらわかったと思うんですけど、ね、ガチ会話。で、ね、あの、親子の様子が、もう、しっかりと捉えられた、Vlog が出来上がりました。まあ、これはこれでね、時間経ってみるとね、まあ僕的にはちょっと結構グッときそうな、まあ、Vlog にはなった。まあたまにやってもね、いいのかなと思います。やっぱ会話とか残しておくとね、ちょっとエモいのかなとか思ったりしますが、はい。まあなんか、まあちょっと試合が良くなかったですね。はい。ちょっと、また別の時にね、ちょっとチャレンジして Vlog やってみようかなと思うので、まあその時はまたね、こんなテイストでお送りするので、楽しみにしていただければと思います。それではまた。福岡の福岡の福岡のベススパニベススパニアディスパアディスパ福岡を福岡を見に行こう見に行こう。